みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのよしほと。なに、なんで、意味で、はい、ということで、今回はですね、今回はお昼ご飯をルーレットで決めたいと思います。はい。はい。ということでね、最近ね、お昼ご飯何にしよっか、なんでもいいってママすごいイライラしてるんですよ。はい。それでですね、ママがいいことをひらめいたんです。はい。ルーレットにしちゃえば、誰も文句は言わないと。はい。はい。そうでございます。それでですね、ルーレットを作りました。はい。全10項目でございます。はい。じゃあ、ひょうちゃん、読んでください。じゃあ、まず一つ目が、好きや。で、二つ目がお菓子。で、三つ目がラーメン。もうこれね、なんて書いてあると思います？ラーメン、つけ麺、僕イケメンって書いてあります。そこは置いといて、四つ目が、四つ目がしゃぶしゃぶで。で、五つ目がパパの飯てんてんてんって書いてあります。パパの手作りご飯でございます。おにぎり。おにぎりだって。やだ、パパが握ったの食べたくて。続いては 6個目が焼肉で、はい、7個目が山田うどん。山田うどん、激安山田うどんでございます。で、8個目がスシローで、9個目見えづらいね、サイゼリアです。黄色で見えづらいんですけど、はい、サイゼリアで。10個目がココイチ。ココイチ一緒でございます。はい。うちらはもうココイチ好き。なんかちーちゃんはあんまりいい思い出がないよね、ココイチは。なんか昔小さい頃なんかちょっと味が合わないのを食べてしまってね。そうなの。なんか元気、なんかすごく辛くて、うん、なんか甘くなるよみたいな、蜂蜜みたいな入れたらめちゃめちゃなんか変な味。そうそうそう、それがトラウマでね、あんまり行ってないんですよね。そうなんですよ。ココイチってどこ？カレー屋さん。ひみちゃんも覚えてないかな、だいぶ昔だからね、行ったこと。うん、まあまあ、てなわけでこの10項目からなんですけど、はい、お菓子は本当お菓子だけです。はい、はい、あとなんか質問ありますか？はい、はい、スイーツが食べたいんですが、どれが当たればスイーツ食べれるでしょうか？スイーツ、お菓子、お菓子はスイーツに入る？マジで。あとなんかデザートがあるレストラン。ああ、サイゼリアとか。あ、そっか、サイゼリアはいけるんだ。はデザートあるよね。ある。でも別にデザートがメニューにあればどこでもいいんじゃない？そっか。そこはスシローとかも。あ、スシローとかもそうだね。オッケーオッケー。はーい。リミちゃんどこ行きたい？最近この10個の中で。リミ重い。どう？スシロー。スシロー。スシロー行きたいの。好きだね、あなたは回転寿司。スピカー、うん、ラーメン、ラーメン、僕イケメン。ラーメンも好きだよね。ね。ちなみにパパさんはどこがいいですか？パパのおにぎり。うわ。自分で推薦してる自分のご飯を。ママもラーメンがいいな。なんかお昼って感じ。ママ、ラーメン、つけ麺、僕、イケメンって言うんだよ。ラーメン、つけ麺、僕、イケメン。もっとかっこよく。なんでよ。かっこよく言う。ラーメン、つけ麺、僕、イケメンって言うの。もっとかっこよく言わなきゃ。ダメだよ。ラーメン、つけ麺、僕、イケメンって。はい、もういいです。はい。はい、じゃあ、早速、ルーレットを回しましょう。じゃあ、誰が回すかじゃんけんで決めましょう。で、しほりみでこうしてママたちで負けた方が運を使ってないってことで、負けた人が回す。よくない？じゃあ二人でじゃんけんして。あ、リミ勝っちゃった。じゃあリミが回す。じゃあリミちゃんが回すと。いい子よ。いい、いいよ。じゃあリミちゃんお願いします。はい、グディ。はい、ポチッとな。ポチッと。何が出るでしょうか、リミ選手。スシロー。よかったね、リミ。よかったじゃん。あれ、リミスシローかラーメンって言ってたよね。うん。おー、よかったね。もう定番、我が家ではもう定番になりつつありますが、スシローに行きますか。行きましょうか。はい。スシローなら別に。スシローも GoTo Eat になってる。
でも多分なんか紙のやつかな。最近なんか紙のやつじゃなきゃダメってとこもあるよね。ってこと、うん、はい、はい、ということでスシロー行きましょうか。じゃあ GoTo スシローでございますね。はい、GoTo スシロー、 GoTo スシローでございます。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。なんで急にイヤリング落ちたんだろう。なんでだろう。